奇跡とまで言われる塩田の技をご覧に入れよう。これは昭和37年、塩田剛造47歳の時挑んだ4人組手。塩田は本気でかかってくる敵をなんと当て身と投げ技だけで完全に翻弄。捕まえようとしても手が触れた瞬間、相手の体はいつの間にか宙を舞ってしまう。この人間離れしたスピードと瞬発力こそ塩田が神様と呼ばれたゆえんである。だがこの塩田、身長155センチ、体重45キロしかない。なのになぜこの小さな男が何人もの大男たちをいとも簡単に投げ飛ばすことができるのか。塩田は小さい頃から武道をたしなみ、小柄ではあったが持ち前のスピードで16歳にして柔道三段の腕前であった。そして18歳の時、少々天狗になっていた塩田にお灸を据えようと父親が合気道を見に行かないかと誘った。その時塩田が見た合気道こそ上島森平の魔法のような技だった。こりゃインチキじゃないかと塩田は腹の中でせせら笑った。するとやりませんかと上島が声をかけてきた。塩田は化けの皮を剥がしてやると立ち向かった。小さなじいさんなんです、上柴先生っていうのは。私よりちょっと小さいぐらいで、だからなんだってこんなものと思ってですね、いきなりこの蹴飛ばしてきたわけです。次の瞬間、塩田少年の体は5メートルも吹っ飛んでいた。頭をものすごく振った、そしてクラクラーっとしたんで、まあそれでもう並行してね、即日入門をしたと。そして塩田がまず行ったのが師匠上柴の観察だった。特に目を凝らしたのが膝の動き。実は合気道の極意は膝の動きにこそあり、彼らが袴を履くのも膝の動きを悟られないためなのだ。そんな修行時代、塩田自身も独自の練習に取り組み、中でも執念を注いだのがなんと金魚の研究。金魚鉢をポンと叩く、そしてどんな動きをしてどう避けているのかを観察するのだ。なんと塩田はこれを8年間毎日続けた。そのおかげか塩田は凄まじいまでの瞬発力を身につけた。ある朝、自転車で犬の散歩をしていると突然車が飛び出してきた。だが次の瞬間、塩田は車のボンネットの上に立っていた。なんと彼は絶妙のタイミングでジャンプし、ボンネットに着地していた。ずば抜けた瞬発力が命を救ったのだ。しかしこれらの話は本当のことなのか。本当ですね。出稽古にお供でこう行ったんですけど、そうしたら信号が黄色になったんですね。そしたら塩田先生、行くぞって走ってたんです。こっちの車が走り出したんですね。もう跳ねられたと思ったんですね。そしたら館長、私もこっちに立っててケロッとしてるんですね。いや、びっくりしたんですね。そして入門して8年後、塩田は上島から合気道9段を与えられ独立。昭和30年、41歳で道場養心館を設立した。その後彼の師匠である上島森平は昭和44年86歳で他界。しかし塩田剛造はその技にさらなる改良を加え、ついに無敵の格闘家として神の領域に踏み込んでいった。横目を打ってきます。ペッとこう倒れればピッペッとこうや歩けば、それ即武道ということですね。それから指ポペッ、これは指をペッとこう、この指が即剣になる。肩が肩ついてるんだ、バカッと倒れる。これはちょうどボンボンと合うから倒れるわけですね。痛いんですけど、うちにとこうやる。よし、そうするとこの手持ったら離しはいいんですがね、なかなか離れないですね。これゲッとこうさえます。こうやってこの足がですね、これは笑ってるけど本当は集中力なんです。皆さんに話してるから愛嬌振りまいてますがね。これでこういうふうに右となってくるとこう、おいでっつってて、こうやって動いてるうちに楽にヘイと立ち上がってる。危ないっぽい。これだけね、喋りながらほとんど息を切らすことなく、この姿を見ても塩田の実力がどれぐらい飛び抜けているのかが分かる。遊んでるわけで、そして
たとえ敵が二人になっても塩田の強さは少しも変わらない。彼のバイワーローカという大男たちがいとも簡単に抑え込まれる瞬間である。そしてこれはなんと8人もの敵に立ち向かった時の伝説的記録映像。小柄な塩田一人に大男たちが一斉に掴みかかる。しかし彼らは塩田に触った途端倒されて